宇宙世紀0079、地球からも未曾有の規模となった。開戦当初より連邦軍はオデッサ作戦によって連邦軍、その宇宙艦隊に、そしてサラブレッドは2つの G。 ポリドロンフェロー、行ってくるぜ。イヤッホの戦い方を見せてやるよ。
情はそう甘くないんだよ。うかつだな。俺だってこれぐらい。戦場では臨機応変に対応しないとな。もらった。
によると暗礁中域を抜けた先にジオンの艦隊がいる。進路からしてグラナダからソロモンへ向かう増援部隊だと推測される。連邦の主力艦隊が最初の攻撃目標をソロモンに定めていること、ジオンもようやく嗅ぎつけたに違いない。我々がここまでジオンに存在を悟らせぬように隠密行動を貫いてきたのはまさにこの時のためだ。ソロモンへの増援部隊を食い止めること、それこそが我々に与えられた使命だ。よって我々はジオンの船を一隻たりともソロモンへ行かせるわけには、たとえこれはその避けてと。
戦う覚悟があるのかい？We'll be right back.